皆さんはアメリカ合衆国ニューヨーク市に本拠を置き、マフィアによって構成される犯罪組織五大ファミリーを知っているだろうか。映画ゴッドファーザーなどで有名なマフィアだが、本来マフィアとはイタリアのシチリア地方を起源とする組織犯罪集団である。しかし様々な映画の影響もあってか、数多く存在したアメリカンマフィアの中でも、かつてアメリカで一大勢力を誇っていたニューヨーク五大ファミリーが有名だ。そこで今回はアメリカンマフィアの始まりと五大ファミリーについて、そして現在の様子について触れていこうと思う。ブラックハンドだ、有金全部出しやがれ。ブラックハンド、金は出すから暴力だけはやめてくれ、頼む。今後はお前の用心棒として動いてやるから、定期的に金払いよ。もし金を払わなかったらどうなるか分かってるな。もちろん分かってます。どうか危害だけは加えないでください。アメリカンマフィアの始まりは今から遡ること約100年前のことになる。ブラックハンド時代と呼ばれる1890年から1910年代、アメリカの移民対策により外国からの移民が急増し、ニューヨークには多くの移民がごった返していたという。彼らは同じ出身者と共に固まることで小さなコミュニティを形成していたとされ、特にパレルモ派閥、コルレオーネ派閥、カステラン・マレーゼ派閥が目立っていた。しかし政治的な後ろ盾のない彼らをターゲットとするならず者が出現し、同じ出身者の住民たちを守る用心棒を表向きに暴力で恐喝するなどして法外なみかじめ料を強引に要求、さらには脅しの手紙を送りつけ、支払わない者には誘拐や放火、店舗の破壊を繰り返した。シチリア人で形成されたギャングは他のギャンググループと比べて高い組織力と結束力を持ち、トラブル発生時には近隣の町のブラックハンド同士が連携し対応。その勢力の大きさは他のギャンググループを圧倒するほどのものだった。またならず者のストリートギャングはブラックハンドと呼ばれており、脅しの手紙に黒い手形をつけていたことが名前の理由となっている。ほら、言われていた酒を持ってきてやったぞ。ありがとうございます。これ酒代です。確かに受け取った。また酒が必要になったらいつでも言ってくれ。わかりました、またよろしくお願いします。それにしても酒が飲めないなんてありえない。禁酒法だなんてバカな法律作られて本当困りますよ。それは俺も同感だ。まあその法律のおかげで俺は贅沢できるけどな。1920年代に入るとアメリカは酒類の製造販売流通を禁止制限とした禁酒法が施行される。しかしアメリカ国民は誰しも法律を守ろうとはせず、密輸された酒などを飲むのが当たり前になっていた。そのためシチリア系派閥の大多数は酒の密輸密売に没頭。密輸の儲けは賭博や用心棒代など従来の稼ぎとは次元の違う大きさになり、結果多くのマフィアが急速に富裕化し、潤沢な資金は警察や政界への賄賂も可能だったという。こうした背景もあり、次第にニューヨークのギャングは勢力を拡大していき、全国展開していくことになる。その一方で禁酒法の影響は縄張り争いが後を絶たなくなり、1929年から1931年の間にカステラン・マレーゼ戦争が勃発。6カ国語に精通したインテリマフィアのサルバドーレ・マランツォアーノと粗暴なマフィアの大ボスジョー・マッセリアが真っ向対立したことで多くの流血沙汰を起こし、両陣営で十数人が帰らぬ人になった。俺がボスの中のボスだ。この広大なニューヨークに数多く存在するマフィアは5つのグループに分ける。抗争はマランツォアーノが勝利し、数と規模が大きすぎるニューヨークマフィア勢力をマランツァーノ一家、プロファチ一家、ルチアーノ一家、スカリチェ一家、ガリアーノ一家の5つのグループに編成した。そしてマランツァーノは自らボスの中のボスと宣言。縄張り争いを解決するコミッションの常設や全米マフィアのネットワーク化など犯罪シンジケートの基盤作りが推進。洗練されたビジネスモデルを持つ新世代マフィアが権力を握り、5つのファミリーは共存することとなる。新世代マフィアは秘密組織化に徹底しており、上層部の所在はもちろんのこと、マフィアのメンバーですら誰が他のメンバーかすらも知ることはなかったという。
そのため一般人はそうした組織があることを知らず、警察も5大ファミリーの存在を把握できぬまま、20年以上もその存在は謎に包まれたままだった。しかし傲慢な態度が目立つようになったマランツアーノ天下はそう長くは続かなかった。マランツアーノはこのまま野放しにはできない。危険な男は排除し、これからのマフィアは若者が担っていくべきだ。1940年から1960年代、マフィアは全盛期へと入る。しかしマフィア内部には依然として内部抗争の火種がいくつも存在し、対等な共存体制が崩れる。マランツアーノが会議を開いたその夜、ルチアーノとランスキーはボスたちの元を訪ね、彼の暗殺計画を企てる。一方マランツアーノも若手のマフィア数人を始末する計画を立てていた。しかしルチアーノが先手を打ち、マランツアーノは殺し屋にナイフで刺された後、銃弾を受け帰らぬ人となったと言われている。さらにこの計画の裏では、全国のローマフィア40人余りが同日に暗殺され、シチリアの万象事件と呼ばれるようになった。その後ルチアーノ派はボナンの一家、プロファチ一家、ルチアーノ一家、マンガーノ一家、ガリアーノ一家の5つに再編。ルチアーノがボスの中のボスの座を辞退したことで、ファミリーのボスは五分の関係となり、何かを決める際には多数決を取る会議制へと変化していく。こうして幾度となく内部対立はあったものの、マフィアという存在が揺らぐことはなく、大きな影響力を保ち続けていた。今日は幹部会議だ。なるべく人目につかぬよう場所は田舎町にする。1957年、ニューヨーク郊外の田舎町のとある家で、ニューヨーク5大ファミリーの幹部会議が開かれた。しかし高級車と100人以上のスーツをまとった男たちが集結する、不自然な光景を目の当たりにした警察官がその家へと踏み込む。幹部たちは逃亡を図るものの、多くの者が逮捕・起訴されることとなった。そしてこの出来事はマスコミにより大々的に報道され、大規模な犯罪組織が存在していた事実が明らかとなる。さらに1963年、下っ端のある男により沈黙の掟が初めて破られた。この沈黙の掟とは、メンバー自身に求められる秘密保守の掟である。どんな理由があろうとも、組織の秘密を暴露した者は拷問などの激しい制裁が待っていたとされる。警察は沈黙の掟に対抗すべく、証人保護プログラムを導入。このプログラムは、秘密を明かした者を国家機密レベルで生涯にわたって保護することを約束したもので、男は五大ファミリーの内情を暴露した。こうしてアメリカ政府だけでなく、世間までもマフィアの全貌を知ることとなる。長年マフィアに対して消極的な姿勢をとっていた FBI もマフィア対策に乗り出し、法律の整備も行われ、大物幹部たちは一斉逮捕。1980年から1990年代に組織の体制はほぼ壊滅状態となってしまい、現在五大ファミリーは隆盛を誇っていた頃の面影はもはや存在していないという。アメリカのマフィアって聞くと、とんでもなく恐ろしい集団ってイメージが強いな。沈黙の掟を破ってしまった人も、もし証人保護プログラムが導入されてなかったらどうなっていたんだろう。そう考えただけでゾッとする。それに五大ファミリーの存在が公になった時は、一般人も外に出ることが怖かっただろうね。今ではほぼ壊滅状態というから危険はほぼないとは思うけど、もしまたそんな組織が現れたら、アメリカはどうなるんだろう。とはいえ、警察や FBI の存在は大きいし、五大ファミリーみたいに超巨大なマフィア組織は二度と現れないだろうけどね。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。